ハニーワークスプレミアムライブ。なんかこの声気持ち悪い。こんにちは、モナです。さあ、今回はね、ハニプレの動画撮っていきたいと思います。いや、久々にね、ハニプレの動画なんだけど、っていうのは嘘だね。5連続でハニプレの動画来ちゃってるよ。どこが久々なんて感じだよね。日にち的には久々なのかもしれないけどさ、動画で言うとさ、もう5連続でハニプレ来てるからね、俺。いやね、あのね、ハニプレの動画でね、撮りたい動画が多すぎてね、ずっとね、ぶっ続けになっちゃってるっていうのがね、本当なんだけど。でね、今回何やるかっていうと、ガチャね。うん、みんな大好きだよね、ガチャ。俺あんま好きじゃないんだよ、ガチャ。ちょっとね、見ていこうか、とりあえず。ね、今日いっぱい引きたいガチャがあって、1個固定的に引くんじゃなくて、あ、無料ガチャとかもちょっと引いていきたいんだけど、とりあえずこのさ、なんか、バースデーガチャが来てんじゃん、これ、バースデーじゃないわ。結婚ガチャね。結婚ガチャが来てるから、これもね、21連かな引いていきたいのと、あとこのね、年間のこのセナガチャよ。セナガチャ1周年のね、ハニプレのチケットでね、ログインでもらえるやつ、50連引けるんでやりたいのと、あとは、まあ、無料ガチャか、さっき言った。そんな感じだね。とりあえずね、70何回か弾けるんで、やっていこうかなと思います。じゃあ、やっていこうか。とりあえずさ、これは最後に回したいよね。これ、セナ&モナ。セナ&モナ。なんか、タカ&トシみたいな感じになってるけど。この無料ガチャだよね。この、しょうもない無料ガチャ。でも俺、無料ガチャでやばい結果出したから、これ見てほしいんだけど。やばくないこれ。いくよ。まあね、無料ガチャに俺もう毎回ね、毎回のごとく期待してないから。どんなライブ、多分ね、しょうもないライブだと思うよ。はい。ほらね、またほら、来ちゃってさ、4ポイントだって、やる気なさすぎん？とりあえずね、ラスト引いていこうか。え、待って、ラストじゃない。2連してさ、無料ガチャ2連して動画終わる人初めて見るんだけど。どんなライブかな？どんなライブ？だからしょうもないライブだって。あ、待って、今どうぞ。え、待って、普通じゃない？え？あ、期待させちゃったな、ふうまくん。可愛いは作れる。確かに。とりあえずね、このガチャ引いていこうか。カラフルストーリーイベントチケットガチャ長いな。うん、なんか略せないこれ。CSIG って何？新しい英語作らないで。とりあえず引いていこうか。まあ、10連なんでね、ここはね、パッパと飛ばさないようにしていこうかな。私に任せる？まあ、パンミーに任せていく。ああ、もうダメっぽいね。パンミーに任せたのがバカだったわ、俺は。間違えた？え、待って、間違えた。ごめんなさい。俺も間違えたわ。言い間違えたね。これ来るんじゃない？ワンちゃん。左に人がいて、いつも周りに人がいない。友達いないし、残酷だよね。もうひどい歌になっちゃってる。ぼっちの歌になっちゃってるよ。もうとりあえず、これで行きました。マジか。出ちゃったね。これ放課後一人、残っちゃったみたいな感じなのかな。新カードありがとうございます。いや、なんかさ、最近多くない？このサキくん。サキくんで合ってるよね。サクくん？サクくんは俺だったわ。え、マジか。いきなり来ると思わなかった。言ってもこれ無料ガチャっちゃ無料ガチャじゃん。イベント貯めてったらもらえるやつだから。やっていこうか。いや、マジか。来てるな。なかなか。来る？この輝きは？だから、この輝きはあんま期待できないんだよね。そう。あんまりね。飛ばしていいかい？はい。待って、なんか色違って。待って。やばい。ちょ待って。やばいって。何？待って。初めて。星5初めて来たんやけど。なあ。マジか。ちょっと待って。繋がった二人の物語来たよ。繋がった。この手は俺ってことかな。そういうことやな。この、左端にさ、手あるやん。これ俺ちゃん。これ俺よね。確実に俺やん。待って。来た。やばいって。星5初めて引いた。手繋いでいい？いや、俺と手繋ぐんだったらなんか、やばい関係になっちゃうからやめた方がいいよ。え、マジか。ちょっと待って。パワーアップした。やばい。これさ、え、俺、セナガチャってタイトル書けないじゃん、これ。もう出ちゃったじゃん。え、今回のガチャのメインだよな、これ。残り10ポイント。残り10センチのやつだよな、これ。え、やば。え、待って。ほんと、こんなことある？こんなことありますか？こんなことありますか？ということで、最後1連ガチャ引いていきたいと思います。切り替えやばいな、俺の。俺の切り替えやばくない？
これいろんなとこで活かせそうだよね。なんか5教科全部赤点だったとしてもさ、この切り替えあったらさ、なんか有効活用できそうだよね。さあやっていこうか。全部赤点はやばいけどね、うん、ちゃんと勉強してね。いくよ。まあ一連ガチャは期待してないか俺。さあ今回のガチャのメインやっていこうか。いやなんかさ、ガチャのメインなのにさ、もうすでにメインっぽいさ、なんかキャラ出ちゃったんだけど。もうメインだよね完全に。今来てるさ、このハニプレフェスのさ、一番の当たり引いたからの俺、やばくない？普通に考えてやばいよね。まあ、とりあえず背中ガチャ見ていこうか。いやね、本当にね、あのパッパやっていかないとね、もうめちゃめちゃ長い動画になった、なっちゃうから。で、ね、今回ね、背中ガチャがね、こうやってね、来たりしてるんだけど、ちょっとね、これ裏事情がありまして、この提供割合ってとこ見るとね、あの星5キャラこうやって膨らめられる、じゃぶ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 、この表紙にいるセナちゃんがね、別に確率アップしてるわけではないんですよね。あの星5の確率が全部同じなんで 0.1% 引けってことなんですよね。うん、まあ正直に言うとね、無理ですね。もうさ 0.1% って言ったらさ、タンスの角に小指ぶつけるぐらいの確率だよね。いやそれ結構あるね。いやまあ今回期待してないからな、本当になかなかね厳しいよ。うん、さすがにとっておき。なんかさ、これさ、もうわかんないね、本当に。ハニプレって。今日の会場とかさ、こうやって、飛ばしてった方がいいのかな、これ。でも12分経ってんだけど、俺。もうすでに12分経ってんだけど。結構さ、ガンガン行っちゃった方がいい？なんて？大丈夫？あー、セナちゃんね。セナちゃんはナイス。ショータイム。ショータイム。ショータイム多いな、今回。ショータイム、どんだけ見せたいの？俺に。俺にどんだけ。ドルチェの白雪くん来たから許そうから、二人になっちゃったね。仲良しカップルかな。さあ引いていこうか。今回狙いはね、本当にね、セナちゃんなんで。でも星5出ただけでも俺はもうすでに満足ではあるんだけどさ。でもやっぱ、セナちゃんが欲しいよね。うん、ちょっとクマ丸どいてって言って、どかしつ。いいよ！この銅像ある時って結構熱くない？さっき出なかったんだけど。今日の会場はハードル、あ、高飛びね、高飛び。うん、俺が結構得意なやつだ、俺。分野的には。すごいよね、このお団子。このお団子めちゃめちゃでかくない？今考えたらさ、めちゃめちゃでかくない？このお団子。びっくりしてるんだけど、俺。さあ、今日の会場は、今日の会場は山本光大くんでしたね。はい、とりあえず行きます。絵描いてんね。何の絵描いてんだろうね。どういう絵描いてんだろう。わかんないね。さあ、来るかな？また？全然呼んでない。うん、全然呼んでないから、2回連続で来るのはやばいよ。呼んでない。いや、さすがに。あ、びっくりした。また同じの来たのかと思ったじゃん。びっくりしたじゃん。あ、とりあえず、みなとくんが来まして、来る？みなとくんじゃない、みなみくんだね。間違えたから来なかった。これは俺が悪い。せなちゃん。せなちゃん来て、お願い。30連引けるから、これ一回飛ばしていい？あ、楽しめないわ。あー、もうちょっと、ここで来ないと、やん。やんはやばい。行くよ。はい。お願い、セナちゃん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 。私に任せて。わかった。セナちゃん出して。だからお願い。ここの画面だけ見る。で、ここでスキップすると、出る、出なかったね。白雪風磨くんのせいにしとこ。うん、それは怒られるからやめよう。さあ、ラスト引いていこうか。いや、もしね、これでね、セナちゃんが来ないっていうことが起きるんだったら、俺は、特に何もしないかな。10連ガチャチケット。1枚消費して10連ガチャ行きたいと思います。どんな挨拶？え、待って、え、なんて言った今？え、今なんか言った？特別なこと？え、なんかすごいしょうもないステージなんだけど。すごい青いさ、青いさ、ステージってさ、ステージすら言えなかった俺。ステージってさ、あんまり良くないよね。行きよ、ショータイム。緑くん？はい。あ、お団子がめちゃめちゃでかいの、ごめん、わかるけどね。うん。え、どうも、負けくきんな。ありがとうございます。さあ、今日の会場は？はい、わあ、今日の会場はオレっちでした。ありがとうございます。さあ、ここ来て、お願いします。お願いします。せーの、山本光大くんじゃなくて、え、これやばいよ。ちょっと待って、星5来てないから50連やって。星4も来てない。お願い、ここで飛ばしていい？はい。あー、待って、ママの味噌汁？